77、カイセイの皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズです。さあ、ここ。スターティングということで、本日マリオカート8デラックスやっていきたいと思います。よろしく、ちょっと音量落としてあげてください。音量アップ、はい、あのスピーカーのスピーカーのね、はい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 、オッケー、それあちょっと上げすぎ、こんなもん、あそんなもん、そんなもん、オッケー、はい、てことでマリオカート8ラッツキやっていくんですけど、本日おそらくサムネのタイトルもあります通り、はい、避難をするたびにちょっとサングラスを、付け外し、させていただきたいなと思います。なるほど。というのもここ数日間サングラスを外すとめちゃくちゃ強いという、ほう、状況になっておりまして、まあちょっとね、このまま本当にそうなのかどうか、それを確かめていきたいということで、避難をした場合、ちょっとね、サングラスを、外させ、どこへ回避で、回避、うん、まあまあ、チーズランドだから正直ここのコースは俺めちゃくちゃ強いわけよ、うん、まあ、だから避難がないからね、そうそう、避難も、もう話は変わってきた、もうこれだけもぶん投げといい、とりあえずまたかあの止まるしかない、これ止まるんだ、これ止まるしかない、これもう行く意味全くないです、ないのか、うん、もうこれどうせキラーとか行って、はいはい、もう一回強い相手も引く必要がある、もうあのキノコ3つなんて勝てないから、もう一回サンダー振る可能性もある、もう一回可能性もあるし、無敵がない、キラーがない、勝ちも、もうあの勝つ道がない、もうもはや、だからこう避難する可能性あるから気をつけるね、お兄ちゃん、ここぶんな、あ、大丈夫、あ、もう取りますけど、投げて、はい、取ったから強いよこれ、あ、サンダー、ほらサンダー引いちゃった、え、すげえガチ、こういうこと、これサンダー振らしてキラーを引いて勝つって、そういうビジョンが出来上がる、まさか、いけるぞ、これ、で、これキラー引く、強っ、で、ロンキー刺すってこと、そういうこと、そういうこと、そういう立ち回りが完成しちゃうわけ、あの戦闘キラー強えな、強っ、キラー刺して、どう、どう、どう、どこまでいける、あの戦闘キラーが果たしてね、キノコを持ってるかどうか問題だよ、これお兄ちゃん、キンキロだからね、そうそうそう、すげえ、すげえ、すげえ、で、4位まで来て、で、こっからよ、問題は、どこまで行ける、あ、危ねで、こっから急いで、いやー、いやー、あの予備が強い、ガンザあいつら2人で持ってやがる、まあ、3位ぐらいかな、3位いけるか、3位いけるか、ぶち抜け、はい、3位、やっぱ強いよ、強いね、やっぱ強いよ、外すから強いんだよ、外すと強いよ、すげえな、おい、これ証明され始めるよ、やはり、まあ、レース終わったら1回戻そうか、あ、戻すね、1回戻そう、ね、1回戻そう、はい、うん、これ戻すんで練習してる、ちゃんと、今こうなってたからね、うん、頼むよ、意外と難しいんだ、頼むよ、あのそのサングラスどうこう関係なくなってくるからね、うん、ごめんごめん、うん、いや結局ね、さっきやっぱやってみて思った、はい、このサングラスが外れた瞬間視界がマジで良好になる、それはね、まあ、間違いないよね、なんかね、めちゃくちゃやっぱ見やすいわ、いや違う、ここそう、いやだいぶ違うよ、特にこの瞬時にこの外れた瞬間マジですごい、視野が変わるっちゅう話、違いがもう確然に違うんだよ、さあここも完璧な勝利で前に出散らかす、さあパッツくんも、うん、即投げてくる気持ち悪い気色悪い分際は俺の眼差しで燃やし尽くしてやる、ゴミかすがマジで、いけお兄ちゃん、これもう一回避難したらまたサングラスつけることになるから、だからノー避難で、ここからこっからノー避難で1をぶち抜く、1を勝ち取る、勝ち取るね、いいよいいよ、メダルもちゃんと取れてるよ、ジャンプスピンアクションもしっかりだから、これぶち投げる、うわうわ最悪、待って、ちゃ刺さってない、ちゃんとじゃ全然違う、耳見つけて、違う、もっと上、お前いやめっちゃお前ぶっ飛ばすぞ、本当にちゃんとつけろ、こっちは入る、こっち奥が、いやちゃんと見て、マジでそれどころじゃない、マジで、いや全然違う、だから歪んでる、外せますよ、ふざけんなマジで、ちゃんとこっちがむずいな、ちゃんとさこういうヘッドを一回外してもいいからちゃんとかけろ、でまたヘッドをつけろ、オッケー、そっちのムーブでいくわ、確実にはめる、ダブル乗って、オッケーオッケー、あっ強いマジで、強っ、さっきからサンダー引きまくるの、やっぱサンダー外した瞬間、外した瞬間来るんだよね、でここ回避ゼロだから、ここでもう一回ぶち落とす、でダブルメダルも取りながら、しかも9位で割れる、すげえ、またブレーキで一人引く、あるぞこれ、前やっぱ強いんだ、前ガン詰まりだからね、で、あいつ投げろトゲもいってる、ねえもうあいつうざい、マジクソラグ、メキシコ人が、待って、後ろにどれだけスターが近いか分かんねえ、あ、パツくんいけまだでまだ全然勝てる、まだ全然勝てる、いいよ、まだ全然勝てるよ、まだ全然勝てるよ、焦らず行こう、焦らず、ここ飛んで、うわっ、うわギリギリ、スターも使っちゃう、ギリギリいったぞ、キロも使っちゃう、ジャンピングアクション使って、こいつやる、いける、打ち抜く、ジャンプピンが近いよ、キロがあるし、キロを使って
ダブルドル。いいよ、2位で割れてるよ。わあ、ジャンプリアクション、いけるいけー、バニラーだ、すげー。待って、やっぱ関係ないかも、サングラス。サングラスしちゃってますからね。手用が付け前が関係ないかもしれない。あんなこんなことやられて立ってるから、俺も1位だよ。いや、そうだよ、もう分からなくなってきた。どっちなんだこれは。いや、今ね、サングラスつけてたから勝ったとか言うかもしんないけど、はい、みんな思い出してみてくれ。サングラス外した瞬間にサンダーを引いて流れ変えたからね。そっか、じゃあない方がいいのか。うん、ここやっぱりない方がいいのかもしんない。スタート。これまた打開できます。私、ここ打開なんだ。打開できます。やっぱりね、エキサイトバイクは速く走るのが難しいコースなんだよね。なるほど。だから初心者にはね、マジで打開をおすすめしたい。うん、じゃあお兄ちゃん見せるわ。まあスター出るからここで、はい、確定です。ちゃんとこのテーブルを見てね、はいはい、でここからあとはじんわりと上がっていくだけのゲーム。いいよ、こいつはダブ取るから一回ほっといて、次もう一回交換したいんだよ、できれば。でメダルもね、ゆっくりとゆっくりと集めていく。だって着々と集まってるよ。着々と実は集めてるから。そうそうそう、こういうこういうね、こういうことができるかできないかで、うん、敗者か勝者かで分かれてる。ダブルでダブルでこれスター割ってる。出ない。これちょっと運悪いな。これ交換してもいいかもね。サングラス取りたいね。もう一回止まる。サングラス取りたいね。いや、落ち着いて落ち着いて。ここ次重要。で、こう。はいはい、そう。もう一回、もう一回リセット。リセット、もう一回いきましょう。もう一回遊べるドン。立て直し。もう一回遊べるドンをやっていく。で、ここから緑コードでバンバン飛んでくる。気をつけて。で、オッケーオッケーオッケー。これ素晴らしい距離感よ。で、これ3打出てません。これ分かる。この距離感出てません。出てない。出てませんチメートルだから、しっかりと前に。着実にちょっとアクセル外しながら、こうやってテイクを入れながら、文明気をつけながら、これ交換しせずに、ここしないんだ、しない、これ怖がっていく。で、見てこの距離感、この距離感でスターを持ってんのは私だけ、確実にね。あとここで避難したければ俺の勝ちは約束されたら、もう緑コーラ持ってるやついるね。気をつけてね、早めに吐く。さあこれどうだ、キロボ、何、ま、2位に入る。で、あと溶け待ちだね。うわ、もう大盛りついてる。わっ、あ、ほら、スーしろ、スーしてる、オッケー。もうちょい、あとバランスター決めるだけだ。お兄ちゃん、バランスター解けたもんね。いっけ、こっからだ。バカお前、この状況はもう無理だろ、何も見えない、バカおい、ちょ、サングラス、それ、それ、それ、逃げに行ったい。はぁ無理に決まってんだろ、そんなタイミングで。お前、サングラス外されてもさ、誰が勝てんだよ、あの状況で。誰かサングラスだし。ふざけんなよ。いや、ごめん、今のに関しては単純に立ち回りが終わってた。お兄ちゃんが悪い。スターをちゃんと最後のアイテムまでキープしてたら勝利は約束されたもんだったのにもかかわらずやってしまった。グラサイのせいではない。そうスター、ただ裏を返せば、はい、そのままスターを持ってってたら多分グラサンつけたまま勝ってたことになるんだよね。あ、なるほどね。だからやっぱり勝てないんだよ、結論。あ、そういうことなんだ。結論、勝てないんだよね。一位踊りで。そうなんだよね。そうなんで、これ風もらうとこうなるんです。はい、で防御も引くです。俺このコース世界一強いから。悪いけど得意なんだよ俺。ここ世界一強い。メダルもちゃんとマリオサーキッツは世界一強い。ラウンジは負けないから。ここガンザリ攻めてるね。ダブル、もうバックスタムかまして。当たった。当たった。誰かやる。3位の子にやった。ナイス。3位は削っといて、これパツ君ちょっと避けて、はいはいはい、でここからこう低空超えれるんだよ。うわ、低い。でしょ、これ低いの早いんです。ガンザリ早い。お、早いんで。でこれも誰も背つけない。もうメダルも10枚でしょ。後ろメダルないからね。後ろメダル足りないんだよ。全部お兄ちゃん取っちゃってるもん、ね、どんどん差が開いてる。うわ、いいね。これね、今サングラスつけてるでしょ、はいはいはい、これこの後トゲきて、トゲきて、俺はサングラス外して、ほら来た。さらに強くなる。ねで予言者、これは男女平等パンチは含まない。でここでやる。そういけ。これは被弾いけ。早い。それはあ、完璧。うまい。それは早いんだけど、よしよしよし、これ逆に勝てない。いやー、サングラスかけちゃったもん。やばいやばい、ほらやばい、弱い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 、弱すぎる。大丈夫、まだいける。びっくりした。やばい、これ勝てない。気をつけて気をつけて。これ勝てないぞ。まだ分かんない。だからそんな離れてない。いや、これキロさん引けば勝てる。ここでキロさん引けば勝てる、はい、マジで。オッケー、やばい。お前メダルが、オッケー、いろいろやばい、いろいろやばい。あぶね、うわ、あるよ、あるよ、まだあるよ。判断能力、最後までいく。キノコいっぱい。ボムやばい。やべ、うわ、いいとこ行った。気をつけて。いや、お前赤もまだいいよ。
まあ、お、てりちゃん、きょうさん、何行く、おぉ行け、よいしょ、いや、これね、やっぱりサークラ参戦したから、あそこでキノコ3つバカって掘れるんだよ負けてるけど遅いんだわ。いや、あの連続的に赤コーラが響いたね、あそこだね、あそこがなければ勝ってる確実に。いや、ちょっと今更かもしれない、俺気づいたこと一つ言っていい、はい、何ですか。あのサングラスつけるもつけないも一番弱くなるのはつけたり外したりすると弱くなるわ、その行為自体が。うん、ここ集中できません。いや、だいぶきれい、スタート。だから勝てません。もう外したら外す、つけたらつけるでやんないとこれダメだわ。大丈夫、胸、言い訳は良くないよ。やんわり、やんわりいった。俺200の王って言われるから。やべ、これどうなってるか分かってない。200の王って言われるから俺。いや、それはさ、まあでも早めに外したのは熱い、逆に。熱い、視野広くなっ、これは、いや、これは飛乱じゃないから。飛乱じゃないね、落下だから。オッケー、夏からだね、めちゃくちゃ外したやつでやってるもんまあお兄ちゃんの判断にそれは従うよ、ユンチュルは。いつもつけれるからね。大丈夫だよ、もうこっからもう確定値流れ始めてるから。お、これ来てる。うわー、ルイージたちが逃げてるな。大丈夫だよ、見といて。 IP 食らってる。なんか早い早い、これ行こう。ほんか金色ガッサリ、もう即使い。あっぶれあっぶれあっぶれ、無敵ライト。うわうわうわ、あっぶれ、やばい。え、どうなってんだ今の。いや、これあっサンダー持ってるよ。撃て、よっしゃ。あ、お兄ちゃんすごい判断。それはこれが、これどうだ、これサンダー大丈夫、秒答パンチだからね。もう一気に追いついてる。きた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 、やばくね。え、あるぞ、いけるか、いけるか、いけよ兄ちゃん。え、ワッチあるぞ、ゴールさ、ゴールした。あいつ俺喋ってない、俺喋ってないのよ、ガチでずっと言う。お前ずっと俺はなんかちょっと喋ってもう任せっきりだった今ずっと。やばい顔だったよ、放送事故。いや、ちょっと結論出しづらくなってきてる、うん、でも確実にサングラスない時の方がなんか流れ引き寄せてるのもあるけど、黙ってるね、うん、そこが問題。サングラス外すと実は黙っちゃできなくなる。5個、サウナの学生人質です。ちょっとあと 2レースも、もしかしたら最終レースになるかもしれないけど、ちょっと一旦全力で頑張る。1位が見たい、うん、1位が一旦全力で頑張る。いいよ、危ないよ、よく耐えてるよ。落ちてない、あいつ落ちた、多分落ちてた、落ちてない、どけ。ここ避難ゾーンだ、しばく、あ、かさまってる、いいよ。キノコで前で散らます。あいつも多分シングルしか取ってないだろ。キノコ、バナスナしてくる可能性もあるんだよね。だから慎重に、多分メダルが少ないからちょっとやばいんだよな。頑張れ、これ置いてくる可能性もあるからシングルでいい。やばいねー、狙われそう。クラ、いつ来てもおかしくない。クラなら OK、クラなら大丈夫。逃げて逃げて、お兄ちゃん逃げます。いいよ、早い早い早い、おもむろに逃げる。トゲ待ち戦法、逃げ足が早い。後ろなんか潰れてるで、なんかいろいろちょっと離れてる気がする。 OKOK、 これいいよ、いい傾向だ。だいぶ離れてる。あ、クラ来た、いいよ。スカルプ D 決まっていく、決まってるよ、危ない、ちゃんと。で、しかもこれ裏クラって最強の、あっぱな気をつける、見えてるよ、素晴らしいよ。どうするこれ、吐いた、グラーも乗れないけど、まあいいでしょう。これ冷静耐えてるよ、うん、ちょ、メダルが足りないんだよ。あ、これ取れる、ここで徐々に集めていかないとまずくて。まだいける、まだいける、よし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 、うまい。いや、まだ多すぎるんだわこれで、こっから始まる。俺の戦い、こっからだ、最強のお兄ちゃん。さあ来た、流れ来てるよ。そのミドさん投げてくれ、絶対に。サーモン握り、おっ、これはありがたい。よいしょ、ここ飛び越えて、これ1位の軽減になってるんだよ、多分軽減されてるよ、多分。うわー、あっぶね、これやばいな、いけるか。後ろの詰まりがやばい、うん、あっ、強っ、なんか強いの。赤これ引いてないでしょ、バイ、あいつボギー引いた、しかも。うわ、あ、風もらって、これダブル、にゃ、取れ取れた、ナイス、すげえ、オッケー、いいよ、あるぞこれ、集中してる、大丈夫、絶対いける、お兄ちゃんなら。見せるよ、後ろ何、キノコだね、まだ投げない。あ、違う、アイテム取ってから投げるっていうことか。いけ、うわー、まだ、でも取りに行った、熱い、間に合え、やばい、いける、あいつやりやがる、マジで。あいつ汚れプレイが、あいつのプレイ汚れ、避難したし、これ、あいつの、俺もう答え分かった。避難をしたらサングラスをつける。
これでいこう。逆ね。そうすれば避難をしたくないという気持ちは強まり、はい、結果的に勝利がぐっと近づく。そういうことか。スタート、これでいきます。ヨチシーアイランドだっけ。そう、ヨチシーアイランド、マジで1位取ってほしい。このね、みんな最初押しちゃうでしょ。で、これこうなるじゃん。で、これここうまいんだよ、こういう処理。おで、これもこれ、これ貯めるんだ。あ、失礼します。最悪だ、ふざ。よし、きゃ。いや、かかってない、かかってない、右の右かかってない、見えない。かけろ、早く。かかった。ふざけんな。大丈夫、大丈夫、大丈夫、今ゆっくりつけるからね。ふざけんな、マジで。オッケーオッケー。ほら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 、広いことやってる。あ、ぶれ。まあ、なんなら避難してもよかったけど、間一髪。まあ、これ打開決めるしかないね。これ打開できるの、このコースは。見とけ、誰だと思ってんの俺を。お兄ちゃん。はい、ダブル打った。それはお兄ちゃんでください。そういうことじゃなくて、そういうことではなくて、なれるなれる、俺をプレイヤーとしてどう思ってんのかって意味だよ。あっぶね。お、うまい。ちゃんとメダルも集めながらね。こういう落ちた人のメダルは金は絶対に拾っていく。なるほどね。あっぶね。さあ、分回して分回して分回して、またスター来てる。もうスターパラダイスだぞこれ。使ってもいいかも。うわ、いいね、いいね。ぶっ放して、素晴らしい、交換できてるよ。めちゃくちゃ交換して、キノコ、キノイチ。これもサンダどう、なんか入り、いや振りそう、キャサリンが入り。どうどう、ないか。でも分かんないよ、大丈夫だよ。キノ使って、いいよ。うわっ、いい感じ、取ってね、いいよ。道ができたよ。いやちょっと投げろ投げろ、もっと投げろ、気をつけて。やばい、いやもう、これむしろこのタイミングを待ってたかもしれない。さあ、これで最強のお兄ちゃんができた。やばい、いけるいける、全然最強じゃねえ。全然みじんも最強じゃねえ。やべえ、ルイージが逃げてる。またなんか少ないな、来てるし、引き出してほしくないな。何、いいよ、もう行くよ。これ行って、おもむろに、おもむろに使って、おもむろに突っ込むよ。いいよ、気をつけて。あー、もうこれ引きたかった、むしろむしろ、あ、待った。お前どこ極めてんだよ。何を極めてんのお前は。逆にお前が上手くなってんだよ、俺よりも。取り外し上手くなってるだけなんだよ、てめえが。これビリじゃん、絶対。大丈夫、まだ諦めないで。ダメだ、これもう終わったわ、これ。これ乗れよ、絶対に乗るよな、これ。乗った、あっぶね、乗ってる。いけいけ、やばい、一番よくないかもしんない。最悪な落ち、ゴミだ。つけるならつける、外すなら外す、どっちかにしろ。